さあ続いて三橋さんテーマの発表お願いいたします。はい、私はこれです。インフレ率再びマイナスへ。総務省が昨日発表した3月の全国の消費者物価指数は原油安の影響で去年の同じ月と比べて 0.3% 下落、去年10月以来5ヶ月ぶりにマイナスに転じました。主な要因は原油価格の下落などによる電気代やガソリン代の下落幅の拡大が挙げられています。これに対し総務省はエネルギー関連を除けば物価は上昇傾向にあるとしています。まあ、なかなか外的要因などもありましたが、一方でマイナスに入ってくるということは、あとエネルギーとかを除いても、うん、まあ、0.7% なんで、まあ、大して上がってないんでしょうね。なるほど。でもちょっと大元思い出していただきたいんですが、2013年の、まあ、4月に黒田日銀が誕生して、当初黒田日銀はですね、こういう目標を掲げましたね。2年間でインフレ率 2% を達成します。だから15年の4月ぐらいまでですね。でつきましてはその 2% を達成するまで量的緩和、つまり日本銀行が国債を買い取って日本円を発行すると、こういうコミットメントをしたんです。コミットメントっていうのは責任を伴う約束ってことなんですよね。で結果ねどうなったかというのが、実はこれがそうなんですけど、うんうん、この赤いのがですね、そのマネタリーベースって言うんですけど、まあ、大体日本銀行が発行したお金の残高ですわ。だからあの市場にお金がたくさん出回りますよってこと。市場ではないです、銀行です。銀行にお金が回りますよ、はい、で黒田日銀始まったのこの辺で、当時ね150兆円ぐらいだったんですよ、うん、今ね350兆円超えてて、なんと過去3年間で黒田日銀は200兆円超えるお金発行したんですよ、ね、すごいですね。そうなんで200兆円お金発行したのにインフレ率マイナスなの。この青い方がインフレ率ですね、はい、どうしちゃったで13年まで上がったのにその後急降下して今マイナス 0.3、はい、これはねもうぜひ覚えていただきたいんだけど、インフレの定義考えていただきたいんです、インフレ率って何ですかと、まあ、物価上昇率ですよね、で物価って何なんですかと、物やサービスの価格のことです。わかります？物やサービスの価格、これが上がることがインフレって言うんですよね、じゃあ物やサービスの価格が上がるのってどんな時ですかと、物やサービスが買われた時なんですよね。みんながね、みんなが欲しい、これは需要がどん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 掘り起こされる、その物やサービスの購入のことを需要って言うんです、うん、今おっしゃったようにね。いや需要が増えた時にインフレ率上がるんですよね。で日銀何やったかというと、200兆円お金発行してこれで国債を買ったんですよね。国債は物でもサービスでもないんで、この時点でインフレ率はピクリともしません。ただ元々のそのまあ岩田副総裁の説だと、それによって期待インフレ率が上がって、みんなあ物価上がるんだ、じゃあ物買おうとかですね、あるいはまあちょっと難しいんだけど、実質金利が下がって設備投資しようという形で企業がお金使い始めて物価上がるはずだっていうことだったんです。マインドを刺激するはずだった。ある意味だからマインドというかですね、魔法ですよね。魔法にかけようとしたの。そうか。ところがですね、現実の何が起きたかというと、確かに日本銀行はお金あの発行し続けました。私これ責めてないからね、日銀頑張ったと思う、はい、本当は黒田さん岩田さんのせいじゃないんだけどもね。ただ問題は何かというと、なんとその反対側で政府が13年度はあの別だったんだけど、14年度からいきなり超緊縮財政になったんです。消費税は増税しますと、みんな消費減らしました、はい、あの3月の今年の3月の消費の実質値がこの今日出た、昨日から出たんだけど、マイナス 5.6%、 とてつもないこの消費の減少が起きてます。今現実も急降下しました。崖から落ちたような、ね、本当にそんな感じです。 15% ぐらい落ちました、あの2年前と比べると、はい、さらに政府自らも介護報酬削ります、公共事業削りますということで超緊縮財政になって、政府はお金使わなくなったんです、うん、で国民にお金使わせないんです。このお金使うっていうのが物やサービスの購入のことですから、うん、そうです。そうなんです。おかしな話で、デフレからの脱却だって言って 2% の物価上昇、はい、ところが一方でプライマリーバランスの黒字化だって言って、はい、財政収支をね、その黒字化しましょうと。だから増税ですと政府支出削減です、完全に矛盾してるんでしょ、うん、アクセルとブレーキ両方踏んでどっちなんだってことで何も動かなくなったってことですね。この通りで、ね、日銀はね、なんで 2% のところが全然プラスにもなんねえじゃないかって言われて、困っちゃったわけですよ日銀は、どうしようと。でも日銀のせいじゃないでしょ、政府のせいです、これ完全に。つまり安倍政権のせいなんですけど、だからしょうがないから、この間つか1月末にしょうがないと、はい、じゃあ銀行が日銀当座預金ってのを持ってると、日銀にこう当座預金があって、そこが250兆ぐらいあるんだけど、そこの一部にマイナス金かけようと、でかけたわけですよね。そしたら何が起きたかって言ったら、銀行の収益がガタンと落ちましてですね、まあ、住宅ローンで多少得した人いるかもしれないんだけど、その程度ですよ効果。そうですね。で物価はどうでしたかって言ったら、今回結果出ましたけど、マイナス 0.3% ということで、何の役にも立たなかったじゃないかと。だからもうね、結局、まあ、答え言っておきますと、今の日本っていうのは政府が緊縮財政やめます、プライマリーバランス黒字化目標もやめますと、で財政出動しますと、で消費税は減税しますと、
例えば熊本の復興とか大分の復興にお金使えますとかね、あるいは全国の視聴者とかを耐震化しますとか、やらない限りこのままだともう日銀はもうできることがないので、普通にデフレに戻るでしょう。減税と財政出動、そう、その2つで、じゃあその財源はどこなんだ。だから日銀が国債こんなに買ってるんだから、ね、財政問題がないのうちにはお金はあるということですよね、日本政府には。そうですね、さあありがとうございました、はい。